子供の頃から特撮ヒーローものが嫌いだった。どんなにピンチになっても助けてくれるヒーローなんて現れない。ずっと、ずっとそう思ってた。あの人に出会うまでは。合計で2632円です。すいません。お待たせしました。さすが名言セッティ。抹茶ミルクある？腹減った。トールさん。ん？はい、タラコです。名言セッティは優秀だな。よく全員の好み覚えたぞ。どうぞ、チーズとおかか、カレーパンです。小さな時から自分の居場所はどこにもなくて、だからこんなところでも家に帰るよりはマシだった。それが寂しいとか嫌だってわけじゃない。あるのはこれが当たり前になった生活。マサヒロ、ご飯食べた？ごめん、今日も朝までコースだからよろしくね。え？はい、今行きます。はあ、だけど、もしもし、トールさん、お疲れ様です。セッティ、今どこだ？家ですけど。あのな、よく聞け。熊殺しが出たらしい。え、熊殺しって例の？俺らのとこに向かってるって情報入った。セッティも来いよ。一人でも人数多い方がいいからよ。あ、わかりました。本当にいたんだ、熊殺し。いやー、にしても喧嘩とかやだな。その頃、熊殺しって異名の男が不良たちの間で噂になっていた。そういや、また出たらしいぜ、熊殺し。マジで？悪もやられたって。え？相当強えじゃん。熊倒したって噂、マジかもな。やっぱ変な T シャツ着てんの？絶対行かれてる野郎だな。あれ、トールさん、ヨシさん。繋がんない。どうしたんだろう。大丈夫ですか？まさか熊殺しに？間違いねえ、あいつだ。口元にほくろがあって変な T シャツ着てやがった。トール君もヨッちゃんもみんな連れてかれちまった。ありゃ化け物だ。あんな大勢を一人で倒せるなんて、不謹慎な言い方かもしれないけど、それってなんか、ヒーローっぽい。雲さえもつかめない理論も浮かない。
君たちは今日でこの中学校を卒業です。高校ではさらに羽ばたいて悔いのない生活を送ってください。セッターカワー、卒業おめでとう。でも高校も一緒だろ。そうだけど一応挨拶、高校でも同じクラスになれるといいな。あ、まあ。もうってなんだよ、もうちょっと感情込めろよ。こいつは大柴健介、小学校の時から一応一緒だったらしい。ひょんなきっかけで話すようになった。思春期に見てはいけないものランキング1位のもの、はあ、行くあてもないし金もない。ここにいても補導されるかも。ん、そこにいたのが大柴だった。こんな小さいのに拾ってくださいだなんて、ひってえな。やっぱ腹が減ってるのかな。ミルクとかあげた方がいいかもな。ちょっと弱ってるみたいだし。猫用のなくても普通の牛乳薄めて人肌に温めてあげてもいいと思うけど。じゃあ俺連れて帰る。本当か。じゃああとは動物博士。なんだよその目は。まさか桑吉埋めに来てこいつを拾うとはな。桑吉？小学校の時友達と一緒に捕まえたクワガタ、二人で探し回ってようやく見つけたやつだったんだ。そっか。じゃあそいつも今頃悲しんでるだろうな。さあどうだろう、もう連絡取ってないし。え、なんで？転校しちゃったし、もうそいつと絶交したんだ。そっか、終わり。もういいよ、昔のことだし全然気にしてないし、ほんと気にしてない。気にしてないったらほんと気にしてないよ。嘘つけないタイプだ。あ、ほらあの家がうち。おう、ほらが、あ、もうすぐだよ。急げ。ほらほら、押すなって。早く。はあ、飲んでる飲んでる。はあ、おしば、この先この子どうするんだ。どうって買うつもり？待ち。そっか、ならよかった。よかったな、拾ってもらえて。なんだよ急に。いや、やっぱダメだ。勝手に猫とか拾ってきたら姉ちゃんに3分の1殺しにされちゃう。どこに行くの。お前兄貴そんなにおっかねえの。おっかないどころじゃないよ。今日もヤンキー更生させに行くって言ったけど、もうすぐ帰ってくるよ。ヤンキー更生ってまさかとは思うけど、お前の兄ちゃんってこの辺りの族とかチームとか潰して回ってて、そう、口元にほくろがあって、そう、いつも変な柄の T シャツ着てて、そう、捕まえたヤンキー鍋に入れて食って、そう。え、何の話？ああ誰が変な柄の T シャツだこら。そんな形でこの人と出会うとは思っても見なかった。あれ、
そっちも3組？うん、そうだべ。じゃあ一緒だ、よろしくな。かわいい子、同じクラスにいるといいべな。お前とは仲良くやれそうだ。あ、瀬田川、こっちこっち。瀬田川の名前あったぞ。運命のいたずらか。あ、君たちも俺と同じクラス。よろしくね。よろしく。え？嘘でしょ。どうした、大芝？えっと、あの人新入生？顔綺麗。まあ自分でもまあまあイケてる方だとは思うんだ。いや違くて、あっちだべ。やっぱりあのハセクラだ。本当に運命のいたずらだ。おい、大川を走るな。おい、大島、どうしたんだよ。やってるそばから貴様も。ほら。え、絶好した相手？あのキラキラプリンス様か。顔も覚えてねえのかよ。前に話したことあったろ、小学校の時に転校したハセクラ。俺ほとんど誰とも喋ってなかったからな。不意打ちすぎるよ。もう会わないと思ったのに、なんで同じ高校に、しかもよりによって同じクラスだなんて。まあけど過去の話だろ。過去の話じゃない。俺はあいつに謝る勇気ねえから。まだ何か抱えてらっしゃる。大島くん。お、あのお願いがあるんだけど。お願い？大島くんって長谷倉くんと小学校の時のお友達でしょ。なぜそのこと。長谷倉くんに彼女いるかどうか聞いてもらえないかな。あ、この人に頼んだら。この人も小学校一緒だよ。俺あんま覚えてねえし。大芝くんが一番仲良しだって聞いたんだけど。お願い、長谷倉くんに彼女がいるかいないか。これうちらにとっては死活問題だから、ぜひ前向きに。わかった、ちょっと検討してみる。お願いね。女子怖え。どっからああいう情報入手するんだ。無理だよ、絶対聞けるわけないよ。瀬田川、あとは任せた。俺こそ無理だよ。1ミリも話したことねえし、あいつとなんか。そんなに引きずってるんだ。ひでえこと言っちまったんだ。でもそもそもあいつが。絶好だ、お前なんか絶好だ。もうあんなこと言うつもりじゃなかったのに。そこまで思えるやつがいたってのは悪いことじゃねえよな。その分悩みもあるだろうけど。はい、もしもし。よう、マサヒロ、どうだ、高校は。ちった、馴染めそうか。コウスケさん、お久しぶりです。聞いたぞ、ケンと同じクラスになったんだって。そうなんです、これでまた1年一緒です。まあもう高校生なんだから、自分の足でちゃんと立てよ。これからは変な奴らとも関わんじゃねえぞ。はい、もう昔の不良グループとも一切連絡取ってませんし、ご心配には及びません。じゃ安心だ。まあケンと仲良くやれよ。じゃあな。あのコウスケさん。お、なんだよ。まだこっちへ戻ってこれないんですか。さあどうだろうな、そいつはただの一教師が決められることじゃねえし。ですよね。すいません、変なこと聞いて。コウスケさんの射程の名に恥じぬよう精進しますんで。
バカ。はあ、びっくりした。相変わらず康介さんはいつも突然だな。頑張ろう。康介さん帰ってきた時、胸張って会えるように。お、俺は知らないです。知らないだと？俺たち毛が短いんだよね。だからですね、俺は何も。なんであいつらがここに。まったく、なんで俺だけ居残りなんだよ。真面目に掃除してたっつ。ケンスケ。相変わらずそそっかしいな。まさかここで再会できるとはね。背伸びたね。ま、そりゃ伸びるか。お互い3年も経てば。ありがとう。久しぶりに一緒に帰ろうよ。え？あとまた今度。ケンスケ？ねえ、本当に知らないの？セッティだよ、セッティ。わからないです。だいたい今日入学したばっかりですし。本当にセッティいんのかよ。けどカネアン情報じゃここの制服着てるセッティ見かけたって。マジで？セッティってそんな勉強できたっけ？じゃあ賭けしようよ。え？セッティが本当にここの生徒か。君たち何の目的かわからないけど、うちの学校内でたむろされるのは。友達待ってるだけだよ。文献抜けてめ。いや、そのじゃあ俺ここの生徒に1票。こういう時、康介さんなら真っ先に助けに行くんだろうけど。これからは変な奴らとも関わんじゃねえぞ。そうだよ。もうつるむなって言われたんだ。いや、けど。なんだよ、汗黒の野郎。なんで普通に話しかけてくるんだよ。あ、大島くん。ねえ、汗黒くんに彼女いるか聞いてくれた？ごめん、今急いでるから。じゃあ。そうなのよ。あ、いるような、いないような。え、どっちなの？うちら切羽詰まってるんですけど。俺だって切羽詰まってるんだよ。ケンスケ、一緒に帰ろう。あ、すごく見られてるし。またコンドリア。逃げた。瀬田川。瀬田川、助けてよ。それはこっちのセリフだよ。とにかく今は早く。いや、俺はちょっ。あ、やっぱセッティだ。賭けに勝ったね。久しぶり。イカスパスケになっちゃって。何あいつら。なんで最近連絡取れねえんだよ。トールさん悲しんでたよ。あ、瀬田川、あっちだ。おい。あれ、どっち行きやがった？手分けしようぜ。もうダメだ。ちょっと、どこまで行くんだよ。大島、こっち。何？何なの？ちゃんと説明してよ。もう最悪だよ。初っ端から。こんなんじゃ高校生活やっていけないよ。全部長谷倉のせいだよ。あれ、こっちの方に来たと思ったんだけどな。バチキンくん、なんで逃げるの？一緒にトールさんとこ行こう。何あいつら。瀬田川の友達。いや、友達ってわけじゃ。ねえ、これってもしかしてセッティのじゃね？あ、ということは。やばい、こっち来る。こっち来るよ。ここにかくれんぼしてやるのかな、セッティちゃんは。てめえは。あれ、何やってんだお前ら、こんなとこで。兄ちゃん。ガキじゃあるまいし、かくれんぼしてる暇ありゃ勉強しろよ、勉強。なんだよ兄ちゃん、こっちに戻ってきてるなら言ってよ。
その方がびっくりすると思ってな。でも助かった。ま、俺もいきなり呼ばれたんだけどな。お前らんとこの校長に急に教師の欠員が出たんだとさ。嘘。じゃあ兄ちゃん、もしかしてうちの学校に？おう、時期に数学の教師だ。どんなにピンチになってもヒーローなんか現れない、そう思ってた。俺の高校生活がさらに終わった。そう、この人に会うまではよろしくな。手加減はしねえけど。振り返るといつも君が笑ってくれた。風のようにそっと、眩しすぎて目を閉じても浮かんでくるよ。涙に変わってく。君だけを信じて酒、みりん、お砂糖、お味噌を弱火で煮込みます。縦半分に切ったみょうがにそれを乗せ、大葉でくるりと包みます。大葉に焦げ目がつくまで焼いたら、みょうがの味噌大葉巻きの出来上がりです。